阿部夏樹さん24歳、上から82、54、84の異次元なくびれを持つ美女です。幼少期よりモデルに憧れており、ファッション雑誌を愛読。そして16歳、ポップティーンモデルオーディションで見事グランプリとなり、紙面デビューを果たしました。翌年には恋愛リアリティ番組、今日好きになりましたの第1弾に出演。ちなみにこの番組内で、彼氏いたことないんだよねと告白しており、後のインタビューで初キスは高校卒業したくらいと答えているので、受験期間に初彼ができたようです。その後芸能活動は大学進学のために一時休業し、イギリスの名門国立芸術大学であるロンドン芸術大学へ現役で合格。しかし1年限りで中退されています。そんなある日、コロナ自粛期間に TikTok を始めたところ、その当時流行っていたポケットからキュンですという音源を使った動画で300万回再生の大バズり。本格的にインフルエンサーとして活動を始めます。一時は水着動画を載せ、大きな反響を得たこともありましたが、それだけでは長く続かないと判断し、現在はそれらの動画は全て削除。海外の動画を参考に自己流にアレンジしてバズりの再現性を高め、現在 SNS 総フォロワー数は400万人を超えています。そして22歳、ついにファースト写真集を発売。最初で最後と意気込んで、水着やランジェリー姿、さらにはチタチチ、ティーバッキュなど SNS では公開していないたまらない姿を披露されました。ちなみに10代の頃はただ痩せていただけという体型が今のメリハリボディになった経緯を筋トレによるものと語っておられます。夏希さんの並々ならぬ努力に涙腺やキャウパーが崩壊してしまいますね。さらに23歳で27時間テレビの深夜コーナーさんまのラブメイト10にて令和の峰不二子として出演。お茶の間の紳士たちの沈潜に触れ、知名度が一気に上昇しました。今年はテレビドラマミスターゲットにナーリの役でゲスト出演。常に新しいことに挑戦し続ける夏希さんを、これからも聞き手を振りながら応援していきたいですね。終わり。